通販、浮き上がらは、単子用植物、カヤツリグサカホタル遺族の植物である。水辺に生息する、虫水性の植物で、池などの浅い部分に群落を作る。水中の低質に保腹径を伸ばす。保腹径は太くて長く、ところどころから茎を垂直に立てる。家計は高さ1.5メートルを越し、単独で出るが、数本の束になり、その根元で塊を作ることがある。 家計は高く伸び上がり、断面は三角である。家計の途中にはいくつかの節があり、包容がついている。基部の包容は、要実の部分が小さく、ほとんど鞘の身となっている。家計の先端からは数枚の洋診が発達したとが出る。とは家計先端から傘を開いたように伸び、その真ん中から果樹が出る。果樹は三型で、 二から三個のコボが塊になったものが短い枝の先につく。コボは先の尖った卵型で、長さは一から二センチメートル、茶色でたくさんの花を含む。輪ペンは螺旋に並ぶ。また輪ペンの先端からは短いのぎが出る。果実はトーラン形、断面は三角。周囲には針状付属物が六本並ぶ。 北海道から九州までの浅い池の周辺部等に生える。浮き上がらの名は浮き上機であり、まっすぐに伸びる家系に由来するものである。その他、朝鮮、中国、北、アメリカに分布する。似た種がいくつかあるが、大抵はこの種よりも小柄である。ありがとうございます。